全国学力学習状況調査の授業展開例について説明します各教科、知識、技能、思考、判断、表現の問題を1問ずつ取り上げて説明しています各問題の2枚目の回答類型分析シートには事項の反応率や人数を入力できるようになっています 事故の児童生徒にどのような回答の傾向があったのか分析してみましょう。また、各問題の3枚目には事業改善のヒントになるような事業展開例を示しています。事項の児童生徒の実態を踏まえながら、事項ではどのような事業改善が行えるか、校内研修等で共有してみましょう。 小学校算数では、四角三括弧に直径の長さ、円周の長さ、円周率の関係について理解しているかどうかを見る問題を取り上げています。立体の具体物と平面上に表された見取り図や展開図を結びつけ、実感をもって理解できるようにしているでしょうか。授業改善のヒントでは、 デジタル機器を使い、円柱を展開する様子を見ながら、具体物、見取り図と展開図を結びつけて理解する場面を取り上げています。もう一問。四角四4、三、道のりが等しい場合の速さについて、時間をもとに判断し、その理由を言葉や数を用いて記述できるかどうかを見る問題を取り上げています。 速さなど単位量あたりの大きさについて計算して求めるだけでなく2つの数量の大きさを比べ求め方を分かりやすく言葉で説明する機会を設けているでしょうか。授業改善のヒントでは単位量あたりの大きさについてデジタル機器上で操作したり表にまとめたりして考察し2つの数量の大きさを比べ 表現する場面を取り上げています四角三括弧には円柱の展開図としてふさわしいものを選ぶ問題ですこの問題の広島県の平均正答率は72.6%で全国平均を1.3ポイント上回りました こちらが回答類型とその反応率です反応率の高い誤答は回答類型2です円周の長さが直径の長さの約3.14倍であることを実際の長さと結びつけて捉えられていないと考えられます実際の立体と見取り図や展開図を比べ 変と変変と面面と面の位置関係などを調べるなど空間についての感覚を豊かにすることが大切です。事項の反応率は全国や広島県と比べていかがでしょうかできていない児童は何が理解できていないのでしょうかその要因も考えてみましょう。 授業展開例です。デジタル機器を活用して、立体の具体物と見取り図や展開図を結びつけて、拡張や円柱についての理解を深め、空間についての感覚を豊かにする活動を取り入れることが大切です。例えば、円柱を切り開くとどんな形になるか、 児童が予想し、デジタル機器を使ってその様子を確認することで円柱と円柱の展開図の関係について理解を深めその上で展開図に長さを書き込んでいくなどの活動を取り入れましょう四角4 3は 二人が家から学校まで歩いた距離とかかった時間をもとに歩く速さを比べどちらが速いかを選びその訳を言葉や数を使って書く問題です。広島県の正答率は30.4%で全国平均を0.6ポイント下回りました。 こちらが回答類型と反応率です。反応率の高い語彙は回答類型2です。道のりが等しい場合には、時間が短いほど早いと捉えられてはいるが、どちらが早いか説明する際、二人の歩いた道のりが等しいことを書いた上で、時間が短いことを書く必要がある。 とと捉ええらられれていないな考えられます異種の2つの量の割合と捉えられる量について2つの数量の関係に着目し大きさを比べたり求め方を理由を挙げて説明したりすることが大切です。授業展開例です。異種の 2つの量の割合として捉えられる量を比べることの意味を理解するため表にまとめたりデジタル機器上で操作したりしながら比べ考えた結果を言葉でわかりやすく表現する機会を設けましょう例えばシート上にいる人の混み具合を比べる際に デジタル機器上で人を動かしたりシートをコピーしたりして操作しながら理解を深めるとともにどちらが混んでいると言えるかを理由を挙げて説明する機会を設けてください。